んでコスプレ頑張ってます。楽しそう。じゃあお願いします。じゃあ、はい、お願いします。衣装このままで。はい、お願いします。着替えますか。じゃあ先に着替えてからにしましょう。はい、モリゾーカラーに変えたい。あ、そういうことね。今からヘアメイクをしていただいて、そう、お願いします。お願いします。一応最初は見込みのカチューシャにしてほしいようにかかっていいですか。はい。顔周りはどうしますか。どれぐらい残しましょう。もうなんかなんとなく顔周りは一応ちょっと頭いいですね。めっちゃ声かわいいですね。恥ずかしい。高い。毎年恒例のイベントなんですか。そうです。でも2年ぐらいコロナでやってなくて、久しぶりなのでもみんな楽しみにしてると思う。再度次あるんやけど、こっち寄りにこうやってした方がいいか、こっち寄りにした方がいいか、でこっちから走るか、こうやって撮るか、こうやって撮るか、こっちも可愛いけど、どっちだ。リアルで見えるのと写真だとまたちょっと見え方変わるよね。安心。こっちこっち側で、はい、もうすぐ本番ですね。そう、ください。大体質問の内容は把握しましたか。把握しない。でも一回は目通したから、なんとなく言われれば思い出すと思う。把握まではしてないけど、ちょっとファッションショーリファしてなさそうな気配です。よし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 。実際さ、ステージの大きさも見てないからちょっと分かんないんだよね。その印もあるのかどうかとか。でもプロなんでやってますよね。でもやらなきゃな。ねえねえ、見た？めっちゃ人いましたよ。ハロウィンのさ、コスプレショーやって、うん、で、トークショーやって、で、その後にチェンジしてファッションショーみたいな。わぁ、ポリスおるよ、ポリス。捕まるで、悪いことさ。今日はまだしてないです。今日はまだしてない、はい、でもコスプレしたい。ちょっと皆さん、気合入ってますね。いいなコスプレしたいよ。本番前緊張しますよ。あんまりしない。弱りしない。でも分かんない、会場の広さが分かってないから。でかそうじゃん。これが思ったよりちっちゃかったら緊張する、すぐすると思う。でもあ、やっぱでかかったなってなればそのままいけると思う。もう多分ね、10分ぐらいですよ。この避難所に組み立てて作るかもしれないです。避難の時にですか。そうです、避難所に置いといて。どこいい。すごい、やっぱ日本にこれしかないかもしれない。え、1台しかないですか。作ってる会社は。あ、結構丈夫に作ってあって。え、何キロまで来るんですか。これ100キロぐらいも来る。めっちゃしっかりしてる。はい、これ全然大丈夫です。あとデザインもできるので。おもろい。ありがとうございます。でも上げてっていいから。まだ無理。もうちょい待ってください。全然全然大丈夫です。あ、バズが上げてくれるみたいです。そう、バズが YouTube 見てます。あ、ありがとうございます。YouTube 見てくれてそうです。その格好で見てます。せーの、いけるね、いける。まあ、力あるんで。よいしょ。 OK、着いた。いよいよ舞台袖です。ね、舞台袖本番になります。はい、私はステージの方から。あ、はい、撮ってますね。 OK です。頑張って。ありがとうございます。それではミュウさんにご登場していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんお願いします。ではミュウさん、改めまして本日は遠方からお越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日はね、ミュウさんを一目見たいとお集まりいただいた方も、多いかと思いますけど、去年のミラノコレクションの方でオープニングのムービーミュウさんのね、あの TikTok の投稿だとか YouTube の投稿って、実はミュウさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。終わりました。あげないの。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。20分しかないよこれ、はい、10分です。10分？10分やってやばい。こっちが最初のトークショーでもね、プチッチ間違えた場所がおそらくプチッチなのかな。 T 字のあの角にいたらよかったよね。角だったよね。うん、私が多分端っこなんかバッテンがあったからそこまでかなと思ったら、誰がファッションショーの立ち位置ってこと。面白いですね。この服で歩いたことないよ。なんだ、3日前抜け取ったの、あの衣装。振り袖めっちゃ長いから、そこが大丈夫かな、みたいな。
ポージング撮るときはこう垂らすじゃん、うん、垂らしたまま焦げない。一回こう持ち上げるのも時間かかっちゃうし、あれみたいですね、天の川みたいな。確かに織姫。そう、いや、とても良いと思います。ちょっとこう、今までスッキリしてる感じですね。あー、なくなってて、このそうです。なんで？そうですね、でもさ、出したら顔の小ささの置かなくない？髪の毛あるから小顔効果みたいなさ。いや、顔ちっちゃい人も大きい虫も出した方がちっちゃく見えます。へぇ、時間は気にせず。時間かかった？でも時間は気にせず。時間かかった方がいいと思いますよ。さあ、いよいよランウェイですよ。はい。頑張って。はい。こちらのステージを歩いていただきます。そして3人で考えたポージングを披露していただき、一番ユニットだったチームを観客の皆様にお手持ちに移しましてございます。少しミュウさんにもお話を伺いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。ミュウさん、なんかポージングのコツとかってあったりするんですか？いや、コツというよりもどちらかというと、もう本当に数をこなすというか、鏡見て自分がいいと思う角度を知ることがやっぱ一番だと思ってて。おー、なるほど。じゃあ今日ちょっと鏡なしでもっと決めようって思ってる人たちに対して何かアドバイスとかってありますか？自分のそのコスプレで一番こう見せたいところとかを、あ、なるほど、どう見せたらいいかなみたいな、コスプレがあってこその多分今日評価になると思うので。なるほど。せーの。はい、 OK です。ありがとうございます。皆様たち、どうぞステージの方にお集まりください。すごいたくさんの人数の方来てくださってますね。ありがとうございます。はい、ポーズ。はい、ありがとうございました。これさ、あれと写真撮りたいの、どこか撮れるかな。それではここで春日井青年会議所の11月に予定しております授業のご案内をさせていただきます。指名ですか？フライン委員長お願いしたいと思いますが、フライン委員長おりますでしょうか？その間にあの写真撮っていただいてたので。フライン委員長バズです。 YouTube 映りたいそうです。映りたがりです。本日のゲストミュウさんに本日の宵祭の感想をですね、教えていただければと思うんですけれども、ミュウさん、今日の宵祭いかがでしたでしょうか？いや、あっという間で、はい、私18時から20時イベントって、はい、17時ぐらいかな、現場入りしたんですけど、はい、もう20時なんですね。そうなんですよね。ミュウさんが春日井に来たということですね。写真撮ってもらいたいと思います。皆さんも写真撮るタイミングだと思います。ミュウさんファンの方も今こんなに可愛いミュウちゃんを、あ、撮ってる人いますね。ステージの方で、停止メンバーということで撮らせてもらってますね。はい、あ、バズも登場しました。バズも写真を撮っています。メンバーの方、集まってますか？大丈夫ですか？さあ、ステージまでお願いいたします。ステージ会議所の皆さん、ステージにお集まりください。Thank you.
ご機嫌の向こうよ。イベント結構減ってたから久々にね、なんか老若男女めちゃくちゃたくさんの方が集まる、しかもトークショーだけじゃなくてなんかファッションショーっていうのが入ってめちゃくちゃね華やかなステージでしたね。もう楽しかったですということですね。本当にたくさんの方が来てくださってありがとうございました。さすが最高でした。またね、チャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。また春日へ行く。